続きまして晩年の広島支店の時代を歌います。それでは始めます。流れ川の砂くのママさんが田舎の同級生同窓会で知ったそれから部下を連れカラオケもやった下戸でも共感剤飲んでいたもう昔鳥取の日野町でよ車運転していた吹雪のカーブホワイトアウト毒検診で脳梗塞だと言われたんだ悔しいけれど左に麻痺が56歳の私は現場にこだわった外業と内業の狭間で苦悶まだ元気あの日の事例
ありがとうございました。ありがとうございました。